久保さん、確率の話しましょうか。確率とは、確率の中に確率が存在するっていうね。確率の話が出たんで、濃いんじゃないかなっていう。もうこれ一般の人はね、ちょっと理解できないと思うんですけど、確率とは確率の中に確率が存在するっていうね確率の話が出たんでれいんじゃないかなっていうまこれ一般の人はねちょっと理解できないと思うんですけど確率とは確率の中に確率が存在するっていう語呂合わせの部分はありますけども、要は多くの人は確率の中の確率に行き着かないんですよ。 なぜならば、そこの確率の中の確率を出し続けるっていうことをやらないから、また確率が出ないんですよ。だからね、分かりやすい例で言うならば、ユニクロの柳井社長がね、一勝9敗っていう本を出してて、勝負っていうのはね、まあビジネスっていうのは10回やって1回当たればいいよみたいな、一応その指針みたいなのを出してくれてるわけなんですけども、でもその指針っていうのもやった人しか分かんないですよね。確率の中にある確率ですね。ビジネスをやってみないと、 でやりどこまでやったのかどど、どこ基準でやったのか、例えば僕基準、久保さん基準でやったのか、じゃあそのやった基準の中の確率は体験してるのかっていうね、多くの人は体験してないんですよね。うん。だからまあ、結局その確率なんていうのはやらないとその確率は生まれないっていう話で。 <laughs> でもやらないななな、ここの論争って、多くの人が、なんかやらないうちに確率がどうのこのって言うんですよ、だからまあね、何度も使いますけども、億万長者に参加したら稼げるんですか、要はいや参加してないのにその確率を求めるわけですよね、億万長者に参加していないけれども、その確率はどうなんですか、億万長者にな,るなれる可能性はどれぐらいあるんですか、稼げる可能性はどれぐらいあるんですかっていうのをやってないのに、それを求む、その確率を求めているっていう。 まあそれはね、一生ね、あのー、確率は出ないでしょうね <laughs>。やらないのに確率なんか出ないですよ。だってパソコンもそうじゃないですか。ね、高いパソコン買ったからって言って、なんだいいとは限らないですよね。前、なんか久保さんがエイリアンパソコン、すげえ、なんかすげえ金かかった、払ったけど、なんかぶっ壊れもしたみったよ <laughs> でサポートセンター最悪だみたいな,な、なんかそんな動画撮ってたような気がするんですけど。 それも、いいパソコン買っても、あ、外れ当たったらね、わかんないじゃないですか。それも買ってみないとわかんないですよね。そう。買ってみないとわかんないですよ。うん。だから確率っていうのは確率の中に確率が存在するっていうことでいいんじゃないでしょうか。でも多くの人は、それ、そう、そうじゃなく、やる前から確率を求めているってことですね。いってらっしゃい。